こんにちは、亀蔵です。こちらは平瀬亀の煉獄さんです。すくすく育ってこのサイズになりました。まあ、今のところ甲羅も綺麗に育ってるんじゃないかなと思っています。今日はですね、この煉獄さんの動画ではなく、煉獄さんの親個体たちをクーリング明けさせました。今日はそのクーリング明けの様子やクーリング明けのチェック、それから繁殖行動、そういったものを動画にまとめてみました。ということで、ご覧ください。平瀬亀をクーリングさせている場所がこちらです。室内温室の横の室内無加温の場所で、冬場ですと今現在16度ということで、15度前後の場所に平瀬亀の親個体を置いています。それでは蓋を開けてみます。ホームセンターに売っているコンテナボックスの中に腐葉土や黒土を入れ、その中に入れた亀に新聞紙をかぶせている状態でクーリングさせています。で、完全な冬眠ではないので、こうやって出すとですね、もう結構目がバッチリしていたりします。この場所で11月頃からクーリングをさせていました。3月になりましたので、そろそろですね、もう一段暖かい場所へ移動させようと思います。どの場所に移動させるかと言いますと、こちらです。現在25度前後に設定されている温室下段の場所へ移動させます。クーリングさせていたコンテナごとこちらの方へ移動させ、そしてまずは水を飲ませてあげようと思います。水入れはタッパーを使っています。で、甲羅がですね、完全に入るぐらいの大きさですね。ここにドボンとつけて、水を飲ませると。まずこれを最初に行っています。こちらはオスの個体となります。約4ヶ月クーリングさせましたが、状態は良さそうです。続きまして、メス個体です。こちらは一つのコンテナを真ん中を仕切って2匹をですね、一緒に入れて管理していました。クーリングや冬眠の時にはもう亀おとなしくなっているので、こんな感じでね、ちょっと見た目狭いですけど、こういった形で管理することができます。まずは1匹給水をさせようと思います。流しの方へ持っていきます。で、この個体は去年、ベビーが1匹生まれました。あの煉獄さんのお母さんです。それでなぜこの個体は流しでこんな感じでボウルに入れて洗っているかと言いますと、ちょっと目の方がですね、こんな感じだったので、チェック中です。おい、亀蔵、目腫れてるじゃねえか、大丈夫か?というふうに思う方もいらっしゃるかと思いますが、まあ経験上このぐらいだったら、ここから温めて、清潔な水で飼育すれば大丈夫かなという判断で、このままですね、温めている場所へ移動させます。一番ね、バスキングスポットが当たる場所へ移動させました。この状態で様子を見ようと思います。最後にもう1匹のメス個体です。こちらは目がパッチリしていて状態は良さそうです。去年はですね、卵を産まなかったんですけど、まあ去年の秋から交尾はさせているので、今年は増えてくれたらいいなと思っています。こちらも移動させます。移動させる場所は同じく温室の中です。で、こちらのケージはですね、少し大きめなコンテナで、植木鉢のシェルターも設置してありますが、最近まではですね、ミスジドロガメの産卵用の場所として使っていた場所で、しばらくね、こちらにいてもらって、もっと暖かくなったら屋外へ出そうと思います。最後は脱走されないように蓋をします。この状態で重しを乗せるようにして管理します。セッティングが終わったところで、様子を見に行ったところ、
まあ、こんな感じで、ね、たっぷりと水を飲んでいる姿が見られました。喉のあたりが、ね、ちょっとごくごく動いてるんですけど、まあ、このままねしっかり水分補給をしてもらいたいと思います。で、それからですね、目がちょっと心配かなと思った個体なんですが、バスキングスポットの下でぼーっと温まっていました。この状態で2、3日様子を見てから餌を与えてみようかと思います。クーリングが明けて2日が経ちました。状態はすごく良さそうだったので、バナナを置いてみたところ、大きな口を開けてガブリと。ヒラセガメはバナナが大好きです。昔の話ですと、輸入状態が悪い頃は、まずはこのバナナをなんとか食べさせるというね、そんな話も聞いたことがあったんですけど、やっぱりこういったハコガメ類はバナナ大好きですね。目が少し心配だったメス個体もこんな感じで、しっかりとねバナナを食べてくれていました。まずは一安心というところです。で、我が家で何回も産卵繁殖しているこのメス個体 もうピンセットからですねバナナを頬張っていました。もうこちらも問題なしということで、よかったです。このまましっかり餌を食べてもらって卵を産んでくれたらと思っています。さらに翌日です。もう状態が良かったので、オスをですねメスの場所へ移したところ、もう早速この状態です。発情しているオスはメスを見つけると後ろから甲羅に乗っかっていき、この体勢を取ります。前足でしっかりとメスの甲羅をガシッと掴んで、大きい口を開けてですね、メスの顔をめがけて噛みつく行動をします。本当に噛みつくというよりはもう脅かして、メスの頭を引っ込めさせるというような行動をとってます。なのでもうすごい体勢ですね。もう鼻先が当たるんじゃないかっていうぐらい、ぐいっと顔をメスの頭の方に迫っていって、もう口をふわーっと開けたりしてですね、見てるこちらは怪我をさせないかとちょっとヒヤヒヤしながら毎回観察しています。また 2,3 日後にはですね、目がちょっと腫れてたような個体も、状態良くなっていたので、こちらもオスと一緒にして、交尾行動を観察することができました。一応秋にもですね交尾うまくいっていたので、春ですね、クーリング明けも発情を良くする時期ですので、ここでねもう一回念のためかけていこうと思って行いました。で、今回の交尾行動ですと、オスがですねメスの顔をめがけて口をくわーっと開けているシーンはあったんですが、しっかりとね交尾しているシーンは撮れなかったので、こちらは去年の秋に撮影した動画なんですが、ご覧いただければと思います。メスが観念して、もう動かなくなってくるとですね、今度は後ろの方に体重移動させてですね、オスは後ろ足でメスの尻尾ら辺をこう、かき上げるような感じで、尻尾を出せっていう、こういう感じなんですかね。こんな行動をします。で、メスが OK であれば尻尾が伸びてくるので、そうしますと交尾成立する、そんな流れとなっています。これはもう今ね、尻尾がいい感じになってきているところなんですが、この後ですね、ちょっとメスが動き出すので、ちょっと早送りで動画の方を進めていきます。メスの方は、嫌がってはいるようで、前の方にね、逃げていくんですが、こういったね、水槽で交尾をさせると、最終的に角に使って行き止まりの場所で、最後は交尾成立という形となります。でも、これはメスの尻尾がですね、観念したのか、
しっかり伸びているので、こう、オスの方がですね、巻き込むような感じで、まあ、総排泄口を接触させて、まあ、交尾に至るということで、まあ、私は一体何を撮影しているんだろうというね、ところなんですけども、まあ、貴重な、まあ、繁殖のですね、最近ヒラセの繁殖狙っている方、ちらほらいらっしゃるので、まあ、参考になればということで、で、時間なんですけど、早いともう10分で終わります。今回はですね、20分ほどの撮影時間でした。まあ、なので、出そうと思えば、需要があれば、これのノーカット版も出せるんですけど、はい。で、挿入から約10分ほど経って、もう終わるところです。まあ、なかなかね、映像的には、これ大丈夫なのかなというね、まあ、亀だから大丈夫かなと思うんですけど、うん、貴重な資料ということで、いろいろご容赦ください。今、まあ、これ抜けてきました。はい、こんな感じですね。で、終わるとですね、もう、オスの方がですね、メスには関心なしという、そういう状態になります。ということで、今日は、ヒラセガメの我が家での、クーリング明けの様子、まあ、それから、状態の上げ方、まあ、温度とかですね、それから、まあ、餌の与え方とか、そういったものを動画にしてみました。まあ、これでヒラセガメのですね、繁殖の参考になれば、幸いです。今年もヒラセのベビーが見れたらいいなと思っています。それではまた。バイバイ。